はい、どうも、チャークマトです。今日は11月22日の金曜日ということで、また今日も動画撮影していきたいなと思うんですけど、今日は何の話をするかというと、今日もまたサブチャンネルの話をしたいなと思ってまして、で、今日で一旦最後にしようと思ってるんでね、もしよかったらお付き合いしてもらえたらと思います。じゃあ今日はね、何の話をするかというと、サブチャンネルの登録者数がやっと1000人を突破しましたということでね、皆さんいつも応援してくださってる方、ありがとうございます。年内でね、1000人を目標に頑張ってたんですけど、ちょっとね、早めに到達して、いくつか動画がバズってね、この2週間ぐらいで200人ぐらい登録者がこうぐっと増えたんですよね。なので、そこを到達できて、で、これからもね、ちょっといろいろ収益化に向けて頑張ったりとか、で、今はね、一旦そこの YouTube の目標を達成できたので、それに加えてね、今回TOEIC をまた受験するっていうことなので、そこの目標ですね、僕のまあ今の現時点の目標としては950点を目指して頑張りたいとか、なのでね、まあ YouTube の活動ももちろんなんですけど、それに加えて本業のね、もっと自分の英語力を高めていけるようになりたいので、そこもね、引き続き頑張っていきたいなと思います。ということでね、皆さんも英語を何か努力されてる方とか、まあ、他のことでもいいんでね、何か挑戦されてる方は一緒に頑張っていきましょう。はい、そしたらね、今日も英語発信移っていきたいなと思うんですけど、じゃあ今日は何の話をするかというと、皆さん、人を何々に誘うとかっていう時ありますよね。今日はそんな時に使えるフレーズを紹介していきたいと思います。じゃあ早速なんですけど、人を何々に誘うっていう時の、この誘うっていうのはこちらを使って表すことができます。invite。これで何々を誘うって意味になります。これもね、なんとなく聞いたことがある方も多いと思うんですけど、よく使われる用法としては、invite 人 to 場所の形で使われることが多いです。なのでね、この使い方もセットで覚えてもらえたらと思います。じゃあね、発音も見ていこうと思うんですけど、今回のね、invite ですね。これも注意が必要なのが、この V の部分になります。V の音っていうのは、下唇の粘膜あたりを上の歯で押さえて、ふっふっと発音します。なので、invite、vite っていう音になりますね。じゃあね、今回も例文をいくつか用意してるので、その中で文法と発音に意識しながら一緒に練習していきましょう。じゃあまずね、最初の例文がこちらになります。彼は私をパーティーに招待してくれた。彼は私をパーティーに招待してくれた。ザ・海外の例文っていう感じなんですけど、このね、場所だけ変えてあげると他でも使うことができるので、これもね、考えてもらえたらと思います。これではこんな感じで言うことができます。He invited me to the party. He invited me to the party. こんな感じになります。じゃあこれもね、一つ見ていこうと思うんですけど、今回もね、シンプルな文章なんですけど、構造をね、しっかり覚えてもらえたらと思います。まずね、彼は私を招待したということなので、主語は彼になりますね。なので、he から始まる文章になります。で、今回は過去形になるので、he invited ですね。で、その後に先ほど説明した invite 人 to 場所の形で人をどこどこに招待するになるので今回は he invited me で、その後は場所を置いてないので to the party になりますね。じゃあこれもね、発音も見ていこうと思うんですけど、まず最初の he invited ですね。これも注意が必要です。まずね、今回のこの he invited っていうのが過去形になるときですね。今回この invited のね、この t の音っていうのは発音記号を見てもらうと母音に挟まれた形になるんですよね。これ t が母音に挟まれるときは t の音はラ行に変換するっていうのがあるので、アメリカ英語では invited って発音するよりも invited、invited って感じになることが多いです。で、この d の音に関しては破裂音なので次に母音が来ないときは音が消えるんですね。なので invited me、invited me って感じになります。で、その後は to the party なんですけど、ここのね、the の部分も th の音になるので、上下の歯で下を挟んで、the, the。で、その後の party なんですけど、これも注意が必要です。アメリカ英語では、このね、ty のスペルになるものは、基本的に d の音に変わることが多いんですね。なので、これも party って発音しても全然いいんですけど、party, party っていう感じで聞こえることが多いです。なので、こちらももう一度通して発音してみると、he invited me to the party。こんな感じになるんですね。今回は t の音声変化がかなり出てきているので、ぜひ皆さんもね、そこに注目して練習してもらえたらと思います。じゃあね、引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、他に誰か誘いたい人いる？他に誰か誘いたい人いる？これもね、よく友達と遊ぶとかっていう時にありますよね。これは英語ではこんな感じで言うことができます。Do you wanna invite anyone else? Do you wanna invite anyone else? こんな感じになります。じゃあこれもね、一つ見ていこうと思うんですけど、まずはね、今回は誰か誘いたい人いるっていうことなので、何々したいっていう疑問文になりますね。何々をしたいっていうのは、do you want to の形を使って表すことができるので、今回も do you want to から始まる疑問文になります。で、このね、want to do の形を使うことによって、何々をしたいになるので、今回は招待したい、誘いたいっていう時の invite を置きます。
で、その後には人を置いたらいいんですけど、今回は他に誰かっていう感じになってますね。これが単純に誰か誘いたい人いるって言いたい時は anyone でもいいんですけど、すでに誰かを誘ってる状態で他にも誰か誘いたい人いるって言いたい時は anyone else っていう感じで else をついた形を使います。じゃあこれもね、発音も見ていこうと思うんですけど、まず最初の do you wanna ですね。これも want to っていうのはね、基本的に口語で話す時は省略されて wanna になります。で、その後の invite なんですけど、これ以降がちょっと難しいと思います。まあ、これもね、言いにくかったら区切ってもらっていいかなと思うんですけど、今回の invite のこの t の音と、次に母音が来ると、先ほど説明した通り、t の音っていうのは母音の音に挟まれると、t がラ行っぽくなるんですね。なので今回も invite anyone っていう感じで、リンキングしてラ行っぽくなります。なので先ほど発音した時に、do you wanna invite anyone って感じになってたんですね。ただこれ難しかったら invite anyone って感じで区切ってもらって OK です。で、この anyone else、 これもね、注意してほしいんですけど、今回の anyone のこの one って n の音で終わるんですね。で、次 else っていうのが、これまた e の音から始まるんで、 n と e の音リンキングするんですね。なので anyone else っていう感じになります。で、最後のこの else、 これも注意が必要なんですけど、この else のこの l の部分はダーク l と呼ばれる音になって、歯の裏側ぐらいに舌を押し当てて発音するんですね。なのでこれが else になるとね、舌を弾いちゃうと日本語っぽく聞こえるので、歯を当てて else、こんな感じになります。これちょっと言いにくい方はもううの音で OK です。喉からうを出すイメージで else と発音してもらえたらと思います。なので今のリンキングもね、意識すると anyone else こんな感じですね。全体をもう一度通して発音してみると、 do you wanna invite anyone else、 こんな感じになります。じゃあね、引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、今回は合計で10人誘ったよ、今回は合計で10人誘ったよ、これなんていうかわかりますか？これもなんかプチ同窓会とか小さな集まりをするときに使えそうですね。これ語ではこんな感じで言うことができます。 in total I invited 10 people this time、 in totalI invited 10 people this time. こんな感じになります。じゃあこれね、一つ見ていこうと思うんですけど、まず最初ね、合計でっていうところから作っていきたいと思います。これね、よく文頭に来ることも多いんですけど、in total っていうのを置くことによって、合計でっていうね、副詞の説を作ることができるんですね。で、その後は私が誘ったよっていうことなので、I invited ですね。で、その後人を置いてないので、10 people になります。で、今回最後のね、this time に関しては、前回の動画で使った、今回はっていう内容になります。この this time っていうのもね、副詞の役割を果たすことができるので、前置詞はここでは不要になります。じゃあこれもね、発音も見ていこうと思うんですけど、まず最初の in total ですね。これも注意が必要なんですけど、この total、これ、ね、最初の to の部分は o の母音になるので、to ですね。で、次の low、これも注意が必要なんですけど、これたるではなく、もう日本語で言う low で OK ですね。in total こんな感じになります。最後の L はね、これダーク L と呼ばれる音になるので、先ほど説明した歯の裏側ぐらいに舌を押し当てて low こんな感じですね。 in total で、その後の I invited ですね。この invited も、ね、先ほど説明した通り、最後の D の音がなくなるので I invited、 ここで止めるイメージですね。で、その後に invited 10 peopleで、その後の people、 これもね、L の部分、ダーク L なんですね。なので皆さんね、日本語でも people って言ったりしますよね。なのでここは people にならないように注意してください。最後の this time に関しては、これ th の音なので、上下の歯で下を挟んで this time、 こんな感じで発音してもらえたらと思います。もう一度ね、通して発音してみると、 in total I invited 10 people this time、こんな感じになります。はい、そしたら今日はこんな感じで、誰々を誘うとかっていう時に使える invite について説明させてもらいました。これもね、日常でも TOEIC などでもよく出てくるので、ぜひ皆さんも覚えて使ってみてください。はい、そしたらまた次の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. Have a good one and see you later.